どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ガルドセと申します。さあ今日も今日とって、リアタイやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。お願いします。さあよろしくお願いいたします。相手常人1位の方ですね。防御率が1割以下、配球が上手なんですね。さあよろしくお願いいたします。お相手の先発投手は大野雄大投手、よろしくお願いします。さあ、惜しい。このフォークとツーシームを使うんですよね、基本。 OK、 ツーシーム投げてた。そろそろまっすぐ来るかな。さあ何でカウントを取りに来る。ツーシームかな、やっぱ。そっちか。あー惜しい。 OK、 先頭出塁。うわ、打てた、もったいねー。お、抜けた、ラッキー。さあチャンス、一本欲しい。あー外野前進で打つ球ではない。あ、ケイト、沢村選手。なんだっけ、ツーシームとフォークだっけな。 OK、 抜けてくれた。タイピン出た後のフォークがめっちゃ落ちるんですよね。うわ、ツーシーム曲がる、やばっ、めっちゃ動くよ。 OK、OK、動きすぎだろ、ツーシーム。うわー、 OK、 押し出し、タイピンが消えない。さあ最低限外野フライ、 OK。 2と11、パワー17では打てない。さあ松山選手、代打お願いします。タイピンが消えない。さあそろそろストレートとか放るんじゃない。わい、フォークでした。フォークじゃない、スプリットか。見える。お、まさか、いったー、よっしゃー、栗山選手、えぐい、素晴らしい、えぐい。いやー、ぜひずーっとは無理か、現役を長く続けてほしいですね。さあチームガルド戦、先発は杉山投手。ストレートとフォークの軌道も球の回転似てないか。うわ、ビタビタ、おっしゃー、オッケー、いいよ、ベストピッチ、やばい、オッケーオッケーオッケー。さあストレートと勘違いしよう。おお、いいコース、空振れ、あぶねえ。うわー、抜けたー。こっちには、あ、甘いか。うー、音がえぐい。さあ見逃してくれ。あんまりインコースには投げたくない。よーし、あ、コールドゲーム、ありがとうございました。いいですね、まさかの栗山選手のホームランで点差を離すことができましたね。よかった。はい、ウィンのバッジいただきました。勝ち越し達成、お、イエーイ、常人8位。なるほど、このバッジがなんていうんですか、これなんて、勝ち星の数を決めるんですね。なるほど、ウィンバッジ2つで星2個もらえるのかな、そんな感じかな。よし、続いて2戦目いきましょう。お願いします。おっ、クロート1位、えぐい。格上と当たることもあるんですね。まだクロート隊にすらいないの、ね、
その玄人隊のトップと試合ができるなんて素晴らしい。よろしくお願いします。さあ、チームガルダスの先発は A ランクだが千賀投手。超広角出てる大谷選手、怖っ。確か相手3割乗ってたよな。これ初球打たれたらやべえ。うわ、怖え。何の見逃しだそれ。余裕の見逃しだな。オッケー。うわ、どうしよう。空振ってくれてる。今のうちにフォークを続けるか。よーし、マイナス1が効いてる。これ普通の変化量だったらもう完全にバックスクリーンですね。よし、オッケー。クロート1を私なりに翻弄できているのか、これは。え、今変化した。さあ、もっと際どいコースにまっすぐ。はい、外れてる。外にフォーク。これ安定ですね。うわ、怖え。超広角出てたっけ。出てる。どうしよっか。抜き投げとく。うわー、しゃー。変化量マイナス1、強い。さあ、相手の先発は田中マーク。さあ、お願いします。スライダーだよね。あ、なるほど。そのスプリット意外に落ちないのね。惜しい。あ、なんとかだった。危ねえ。いい配球。全然わからん。そこで高めを使うって素晴らしい。よっしゃー、いい体。これはみんな欲しがるよね、そりゃ。うわ、惜しかった。ちょっと早まっちゃった。いやー、柳田選手の使い勝手、使用感えぐい。 OK。 そのコースからのスプリットはボール球。抜けろ。あー、抜けない。さあ、最近見てないおかわりくんさんのホームランを。インコース通信とか来る。ないか。すごい。ファースト正面。さて、もうそろそろアジャストしてくるでしょう。しかし、するまでは続ける。怖いが。オッケー。いいんじゃない。ここで一回も見せてない。縦スラとかどうですかね。取れないかな。打ち上げてくれ。うーわ、えぐい。かっこよすぎる。いやー、さすがクロート。やっぱ簡単にはいかないっすね。オッケー。ビビった。落ちるかと思った。やっぱ黙って外にフォーク投げてけばよかったな。オッケー。よし、ツーアウト。うわ、えぐ、怖っ。パワー97だって。犯罪だろ、そんなの。あれ、さっきどこを褒められたんだっけ。よし、オッケー。さよならのチャンスが来ましたよ。さあ、先ほどまさかのスリーランを打った栗山選手。そのコースの通信も怖っ。絶対手出ない。あー、ちょっと早かった。さあ、共にメジャーを経験した二人の対決。抜けない。あー、抜けないか。ミート13ではさすがに勝負できない。しゃ、一発ありよ。オッケー、よく見た。いやー、読んでたんだけどな。あー、くそー。さあ、しっかり抑えて、裏のサヨナラに備えましょう。うわ、怖っ。えぐいって、この全出しやん。さすがに継投しまーす。さあ、誰で行こうかな。松井投手。チームガルダスの守護神。やっぱ外で勝負したいよね。オッケー。もう一球いく？ちょっとボール球っぽくいく。オッケー。スラブいく。こっちにしろ、外から入る。バックドア系で。よっしゃー、強すぎる。いやー、どうしよう。詰まれ。うわ、怖っ。何その音。心臓に悪い。よし。スラーブと見せかけてカットボールでしょ。よーし、ええー、でー。ここで対するは世界の二刀流。入ってほしかった。よっしゃー、これはでかいんじゃない。さあ、裏守備のこと考えなくていいから松山選手行こう。よし、チャンス出てくる。
タイピン。マー君タイピン持ってんのダメだろ。さあ何が来る。いっぱい考えられるなぁ。オッケー。真ん中のコースからだと、やば。やってるわ。マジ。うん。いや、コツンとね、内野の頭を越えるだけでいい。落ちて。落ちない。うわー、負けてしまったー。いや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 。いやー、もったいな。さっきの併殺さえなければ、ポイント差で勝ってたのに。いや、この辺がやっぱクロートと常人の差ですよね。はい、ルーズバッジありがとうございます。ま、2戦目は負けちゃったんですけども、常人8位に上がれたということで、本日はここまでにしときますかね。この動画が良ければ、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、ガルドセでした。バイバイ。